どうも、エルザです。それでは、ダークソウル3やっていきたいと思います。まあ、順調すぎてね、進みが良すぎるのもあるんだけど、まあ、ちょっとやっていこうか。結局前回は一回もやられずに、めっちゃ効率よく、なんか来たね。聖騎士フォドリックに侵入された。え、なにそれ。ってね。着々と今こっち来てたよね。あ、いた。なになに？おー、もうなに？いきなりなに？あー。あれ？落ちて、意外と降りてこない。あれは来るな。やろうか。これは何？魔法か！あー、それは。しかも回復すると来た。飲みすぎ。これは飲みすぎ。ちょっと待った。お、体ね。ちょっと待った。ちょい、ちょい、なんそ、何それ、何それ、何それ。よくわかんないけど、受け入れてる。はい、はい。え？ははははは何か当たってた。これ何？あ、回復してる。あ、で、何ももらえないんだね。あったけー。やっぱ走ってくるんだね。これさ。あ、意外と君。強いのね。やばいやばいやばい、今のやばい。いて。はい、終わり。あー、暖かい光消えてるわ。ちょっとライフ取られすぎか。いや、行くか。行こう行こう行こう。でもさ、これ、もう、そうね。あっちが進む感じはするんだけど、こっちは？なんか出血がついた。血音がする。これオッケー。なんか落ちてきたわ。めっちゃ笑うじゃん。あれ、魔法か。あれ、これパターン入ったんじゃない？はい。うん、パターン入って、パターン入ったね。よしよしよし。徐々に近づいてきてるからね。でもまあこれで終わりかな。あー、矢が結構もう使ってきてるね。これはこういって、あー、これは落ちるだけ。なんか光ってる。お、共同士のズボン。ちょっと安全な場所で確認したい。
あ、ここにいたわけね。はいはいはい。ズボン。ちょっと重いけど、結果防御力は上がるか。ああ、じゃあこれでいいね。でも結局上裸なんだよな。結局ね。何もなし。意外と、あっちなんか敵いたね。あ、これは反対側だね。何も来ないよね。それで戻って。ここは。なんかすっげえ音したな。ああ、なるほど。あ、来い。で、そこいるんだよね。いってー。しかも意外と。いやー強かった。危なかったねー。ウィップウィップウィップ待ってね。あしかもな、なんかちょっと、あ、弱っ弱い。あ、俺が死ぬ。あ、そう。そうか、ああいう武器もあんのか。うわぁ、なんか場所が。嫌な感じだね、これね。動くんだ。ああ、嫌だな。ってことは、ああ、ついたね。消えかけのソウル。はい。もう一撃。ため一いいね。また。これは違う。いやー、嫌だなー。落ちてくるんか。あ、吹きやー。ちなみに今って筋力17か。もうあーでもレベル上げれるね、そろそろね。これで18にしてもっと耐えれるようにしてしまえば。あー、あれさ、ちょっと白くない？これとかと比べるとね。はい、あたりー。ここ嫌だな。あれ、あれかな？あ、よかった。違うんだ。
なんだここ。開かないんだよね、しかも。上なんかあるけど。でも本当は反対側から来るんじゃないのかな？通る。開けて。嫌だなー、こういうの嫌だなー。やっぱしかー。あ、松屋にゲット。オッケーオッケー。オッケーじゃね。太陽の戦士。太陽の戦士、太陽の戦士？はみゃはみゃ。あ、でも、なんかある。ベストスープを飲む。何？あ、回復した。んで、なくなった。何？さっきの何？イベントリかな？太陽の戦士の契約書と。だってこれ使うとかじゃないもんね。なんだろうね。なんかああいう契約的なものを使うシーンが出てくるのかな？これね、溜め攻撃がね、カビカメハみたいな感じね。あ、誰かやられた。ドンマイです。だこれちょっと多分逆っていうか戻っていってるんだろうけど、いけないか。これ多分さすがに開かないもんね。あーあー、まっすぐ行ってたらこっち来てたってことか。なるほどね。だいぶ最初の方戻ってきたね。巡回中。いない、ポカーンっていうのはないよね。落ちたりとかね。あー、で、本当だったらここで落ちて、挟まれてたんだ。あー、取り忘れがある。奴隷の帝王の。あー、軽いやつか。これはちょっと。帝王のって聞くとさ、もうテトバの影響で、あれなんだよね。ハントレスの帝王の投げになるんだよね。イメージが。太陽賛美。さっきの太陽戦士のやつ？あれ、マジで使い方なんだろうね。進めてるうちに。見つかると思うんだけど、まあ序盤の序盤だと思うのよ、まだここがね。でちょっとあれだな、この先行くには寄り道しすぎたんで一回戻ってレベル上げよう。で縦を大縦に変えれるかな、レベル上がるとね。おお、耐えれる。あー、じゃあもっと積極的にガードしていっていいね。よしよし、何も落ちてないよね。めっちゃ槍がある。うわ、まあ、なに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 、どこどこ。うわー、めっちゃ飛んできてる。おお、ちょっと俺もターゲットなの。え、あそこから飛んできてない？気のせいか。ああ、撃ってきてるわー。
おお、なんか来てるし。なんで、なんで生きてんだよ。痛い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 。やめやめやめ。これは抜ける感じか。いや、でもなんかめちゃくちゃ落ちてんだよな。おー、よけれた。強化クラブ。グラブか。えって、しかもエースと強化してなかったね。なんかあるの？こういうとこ大体アイテムいっぱいあるでしょ。なんもない？なんか、焦って取るとみたいなところないよね。いや、焦って、行って。案の定やったやんか。あー、強い。体験耐えれるか。はい。待て。ちょっと待て。あー。いい感じ。よしよし。位牌。位牌か。もうなんか。ああ、でも避けてしまえば。あれ、取りてえ。避けれたない。ちょっと待った。行こう。行こう、これは行こう、これは行こう。あー、ちょっとつ待ったー。はい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 。あー、回復無駄にしただけ。なんかいけるね。大釜。あちょっとそそるものがあるぞ。おお。あー、ちょっとそそるものがある。あー、中二病が。あ、あー、いいねー、いいねー。ちなみに俺装備してるけど、あ、能力的に足りてたんだ。ええー。あー、いいなー。ちょっとこれ強化していきたい、カマ。俺、突き抜ける感じかな。ダッシュ。また一発食らったら終わりだもんね。なんもなかった。あ、ここでなんか来たら嫌だな。おー、なんか来た。これ、あれじゃない？通れなかった扉じゃない？正面はいけません、みたいな。どうせあれボスでしょ？ちょっと回復いっていい？危ねえ。おーわ。おっそ。え？え？ちょっと待って。え？え？嘘。いや、絶対攻撃範囲じゃなかったよね。いやー、危ねえ。しかも、ちょっとしかも残ってないし。次にちょっと、エストビンのかけら、強化して、そうだね、戻ってこよう。ああ、やお。いや、というか、釜強化したんで、試し切りしてみよっか。変えないってなるかもしれないけどね。結局かい。
局かい。あー、そんなにひるませれるっていう感じではないか。まあでも、そうだね。複数人とやり合うならいいなって感じだね、雑魚をね。あ、でも面白い面白い。これは面白いな。よし。嘘でしょ。やめい。やめ、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 やめ。そんな追っかけてこないでいい。なんで落ちた？いや、結局こうなるんだよな。よし、着いた。んじゃ、どんなボス来るかわかんないけど、いますか。明らかにボスが出てきますって感じだもんね。ん？なんかあそこちょっと変じゃない？当たんねえな。振りが足りないね。明らかにあれ違うよね。あれ、そんないきなりでかいの出るボスで。なわけないと信じて。400、あ、400入るか。ん？あー、でかかったみたいですね。あー、つらいけど。またね、一回回復して。もう、マジかー。また、また。転がってきた、転がってきた。ちょっと待って。ちょっと雑魚狩らせてもらって、何？普通にぶてばいいの？でもね、ちょっと音楽ちっちゃくして。あ、画面見づら。足は？関係ない。危ねえ、避けると今の。見る？いて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 、いていていて。ここは？関係ない。どれだ？いや、関係ないね。今危なかったしね。いってー、しまった。どれだ、しかもどんどん敵が出てくるね。あと狙ってないのは正面。いや、敵が多すぎる、敵が多すぎる。やばい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 、それはやばい。ちょっと待った、ちょっとこれは、あー、これかー、マジか。ちょっと待った、これ武器変えてた方が良かったかもしれないね。もうないよ。
雑魚が邪魔なんだよな。これこれこれ。ああ、全然削れねえ。ああ、霧の中へ。ああ、雑魚が強かった。あ、フルムの名物なの雑魚、大量の雑魚は。マジかー。多分これね、強化してたら、こっちが多分一撃で倒せるんだよな。じゃあ、こいつ強いんだよね。なぜか赤目がいるんだよな。先手必勝かな。まだ反応しないもんね。反応した。え、壊れた。あ、なんか、ぽいのが。あー、なるほど、全身についてるの、これ。ちょっと待って、そしたらさ、あったあった。正面ないなら。よしよし。うわー、落ちたー。ないないない。あー、ダメージない。あ、よかった。あった。もう、これは、ちょっとなんか出てるけども、もう攻める攻める攻める。こういうの攻めたもん勝ち。全然全然その、なんか出たねー。ちょ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 、うわ、頭もあるじゃん。あ、 あった。今あったよね、なんか呪音の手みたいなのが。いい。やば。ガブドメガムガムガブドメガムガム。よし。だってさー、正面と他どこあった？ああ、手、狙ってきてるな。お尻、ああ、肘。よし、背中いただき。ああ、肘だねー。肘あるねー。これ削っただけだな。あ、手もあるじゃん。イエーイ。もうちょい。ああ、いけないかー。膝こっちの肘かなー。もう正面か。よし、もうちょい。ちょっと待った、足の裏ある、裏ある。よし。イエーイ。ん、錬成炉なんか出たね。あとソウルもゲット。やったねー。ねえ、これで、あれ？進めるところなくね？一回戻るのかなー。あ、で、誰か倒れてる。オッ
片。ああ、やっぱそういうことかな。黒片があるとき大体そうだもんね。先人の木立って。ああ、カットリ、物理のカット率下がるのか。ただ軽いね。ここら辺は直してもいいかもなー。いらないやつはねー。いやー、よかった。ちなみになんかある？ん？何ここ？犠牲の祭壇に祈る。待って、先に、なんか嫌な予感がするから先に。死んだふり。いや、早いね。やっぱ一回、利用してるのがでかいわ。スタミナ管理がさ、その、二葉通やってたことによってできてるもんね。強化グラブもちょっと気になるんだよな。コンボ強かったからね。あ、なんか手に入ってる。聖職者の帽子。これちょっと装備してみよう。ああ、いや、聖職者シリーズ持ってたか。ちょっと装備だけ。まあ、ないよりマシって感じか。そうだね。ないよりマシっていう感じだね。いや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 。なんとかよ、なんとか。多分相性いいんだろうね。今やってる感じね。うまくいってるっていうことは。これなぁ、ほんとよくわかんないなぁ。で、ちょっと一回レベル上げて、今、捧げるやつがあったんで、あれ見てみようか、捧げてみて。変化があるかどうかだね。またボス戦とかそんなことはないと思うんだけど。で、先にちょっと渡してみようか。この人だろうね、ロア。話す。いや、なんもなかったね。そしたら、おばあちゃん？何もなし。なんだろう、ローはなんだろうね。とりあえず、2あげれる。どうかなー。まあ、あげとくか。で、ちょっと戻ってみよう。遺骨はないよね。いやー、意外と死んでないのがね、ありがたいことに。武器鍛えてるのがほんとでかいかもね、この武器をね。なんだこれ。契約の絆が深まりました。はあ、老人よ、指輪よって。なんか契約があるんだね。
契約して何か得られたっていうわけでもないし、まあ、ちょっと戻って、どうだろう、こっからかな。